九州千葉市は、幹部兵士の末裔の一族である千葉市の士族の一つ。現行の際、九州の防衛のため下唄国より九州に派遣され、非全国に土着した千葉州種を外し、非全千葉市とも言う。宋種が、下唄不在の間に弟種州に、千葉市宗家の家督を横領され、宋種のこのためさだは、北朝方の足利高氏につき、宮方に着いた。 種州のこのサダタネと家督を争ったものの、サダタネが降伏した直後に自身が病没したため、宗家復帰はならなかった。種サダの領地の非禅国王義軍、下佐国船だそう、八和田宗は、種サダの次男の種平から三男種次に継承され、その後非禅国王義軍については、勇士の種、タイが継承した。室町時代に全盛期を迎えた。 この頃日本を訪れた李氏朝鮮の指針、新宿船の著書、回答諸国期にも非全国最大の勢力として、千葉市の名を挙げている。戦国時代初期に東西両家に分裂し、小西市の介入を受けその養子を通しとして受け入れる、ことを余儀なくされるほど衰退した。小西氏が滅亡した際、東、千葉家投資千葉田狙いは、実刑場に冬、尚と共に自任し、 残った西千葉家は、龍蔵寺氏に仕え、その武将として活動した。龍蔵寺の信死後は、龍蔵寺家の実権を握った、鍋島直重が一時期、西千葉家の千葉種連の養子だった縁もあり徴用され、江戸時代には、鍋島姓を与えられて、佐賀藩に家老として仕えた。太線は、実施、細線は養子。千葉寄り種。総種種種 種さだ、種やすさだ、種。高種、種平種、次種元。種重種、継、元種,種,種,朝種,森種生、京、ね、種,地種,茂種,勝吉種、種、朝、種、森、種、小。種元、京、常、種、地種、重種、勝つよ、し、種。種、連種、来、種、新種、まこと。ありがとうございます。